久保さん今回酒にしましょうか最近ですねこれレモンサワーのこの塩っていうのを買いましてまろやかって書いてあったんですねまろやかうま霜塩レモンとレモンでまろやかってどういうことっていう飲んだらいや本当にまろやかでレモンサワーの中であこれはな今までなかったなみたいななんかレモンサワーって今までなんか レモンを押してたんだけども、これレモンサワーなんだけど、なんすかね、まろやかなんですよ。これお美味しくて、最近ちょっとちょいちょい飲んでるんですけど、まあ酒ですね。酒で行きましょう。まあ久保さん酒飲むことはあんまないと思うんですけど、僕、だいたい1日1本ですかね。まあ飲まない日もあるんですけど、だいたいビール1本か、お酒、ーハイ1本か、まあ寝酒みたいな感じで、まあ1日終わったら、みたいな。そう。 なんか区切りがあんまないんで僕。区切りのため、区切り、なんかお酒飲むと終わったなっていう、なんか区切りで1本飲むというか、まあ、でそんな飲めないんで、2杯も3杯も飲まないんで、まあちょうどいいんですけど、1本で僕は酔えるんでね。で、お酒に関してはこれね、自由に飲めないんですよね。一応法律で、あの、まあ20歳からみたいな、タバコと、なんだ、お酒は20歳からっていうね、僕はタバコも吸うんですけど、久保さんね、タバコも酒もやらんでしょうね。 そうまあ、これアイコスですけどタバコも酒も僕はやりますんでうんでもまあ酒とタバコは二十歳からみたいなねだからまあ自由にねあの本来だったらだめじゃん吸えないじゃないですか吸えなかったりとかあの飲めなかったりとかだけどねまあこれ法的法的というかまあですかねまあ国で定められてるルールですかね ただね、おそらくなんですけど、久保さんも二重前にお酒の一回は飲んだことあるだろうし、久保さんも若い時タバコ吸ったことあるのかなま、二重前にタバコ吸ったことあるだろうし、わかんないですけどね、久保さん。酒はあるんじゃないですか。僕、中学校の時だったかなお酒飲みましたね。うん。そう、の、あの、飲んでましたね。まあ、飲んでたというか仲間で集まってた時。で、中学校の時タバコ吸ってましたね。<laughs> そう。 昔はね、あの、夜自動販売機でね、誰でも買えたんですよ。タバコが。二十何年前は。<laughs> 僕はタバコを中学校からなんですけど。まあ、これをね、推奨してるわけじゃないですし、まあ、あの、なんだ、一応ルール的に二十歳からってなってるんで、あれなんですけど、まあ、何が言いたいのかっていうと、仮にルールがあったとしても、結局選択、なんだろうな。 うんまあ、その自由を選ぶかどうかはあなた次第自己責任なんだけども、まあ、少なくとも僕の人生を振り返ると20歳からって言われて,ていても自分が吸いたいと思ったら <laughs> 吸ってたっていう <laughs> 話ですね。うんそうだからなんだろうな。例えば世の中はこういう常識があるんだけども 別にそれに従う、従わない生き方もあるよね、みたいな話ですね。うん。まあ僕は多分非常識に今生きてると思うんですね。一般の常識。久保さんも一般の常識の中、ね、会社勤めしてる。一般の常識って多分会社勤めが一般の常識なんじゃないですかほとんどの人が会社勤めしてるわけですから。まあ僕と久保さんなんかね、多分非常識ですよね。YouTube に出社するっていうのをほとんどの人がまあやってないわけですから。うん。まあだからまあ、 自由はあるよと。久保さんが言ってた通り、江戸時代とか、そういう時代に比べると、まあ自由じゃないですか。どう考えても。そこまで、その、がっつり、あの、拘束はないわけですよね。なんかその、それを破ると殺されるとかね。昔はそういう時代もあったと思うさ。そのルールを破ると殺されるみたいな。首、あの、首切りに合うみたいなね。血祭りに合うみたいなあったと思うんですけど、今はね、ないじゃないですか。 うん、だからまあ結局自由なんだけどそれを選択してるかしてないかですよね。うんだと思うんですよね。でその選択するときにアーダコーダ言うんですよね。いやでもみたいな。もうこのでもですよね。いやでもみたいなね <laughs>。うん。いややりたいんだったらやっちゃえばいいんじゃないかなと。やれなくなるから。 まあ僕は本当に年取ってからよく、あのー、強く思うし、まあメッセージとしてはこう発信するんですけども、何すかね、あのー、やっぱ年取って思うのがもう考えますよね。だって40ですからもう、久保さんなんか50ですよ。あと10年したら60ですからね、久保さん。 久保さんが6、久保さんが60になるとちょっと興味深いですよね。久保さんもとうとう6、60って結構おじ、おじいちゃんの領域になりますよね。だって、なんだ、なんか60って還暦ですもんね。還暦っておじいちゃんですよね、多分ね。<laughs> どちらかというと。まあ、中学校、中学生の時の僕が60歳を見たらおじ、おじいちゃんですもん,、うん。60、70、80、この、この区間おじ、おじいちゃんの分類に入るんじゃないかなと思うんですけど。 <laughs> ということは、あと10年後このやりとりしてると、おじいちゃんとやりとりするみたいなね <laughs>。だからすごく、なんか興味深いですよね。久保さんがおじいちゃんになるのかみたいなね <laughs>。還暦かみたいな。うん。だからまあ、本当時間ないので、うーん、なんか振り返るとあっという間ですからね。 本当に今年もね夏も7月終わって8月入って8月も終わるだろうし8月終わったら秋になって秋終わったらね冬そうですぐ年末みたいなね人生本当あっという間ですよやっぱ今の時代は本当に恵まれてるので特にこの日本に生まれてるんだったら自由はある程度あると思うんですよ ただそれを選択してるのかしてないのかっていうところで。うーん。ま、選択できる人生がいいですよね。選択できない人生よりかは。選択できない人生っていうのは何かっていうと、いや、でもっていう。選択したいんだけど、常になんか、いや、でもみたいなね。そう。あの、ナミさんと対談した時に、この、でもっていう話をしたんだけど <laughs>。みんなでもって言いますよね。いや、そうなんだけど、でもみたいな。 いや結局どうしたらいいのみたいなねそううんやりたいことやるっていうのがまあやれるようにするその選択をできるだけしていくっていうのがいい人生なんじゃないですかねなんでいい人生かっていうとあなたがそう思ってるからですあなたがそ,その選択をしたいと思ってるからですそのしたいと思ってる選択をするっていうのは悪いことですかうーん 悪いいこととじゃないと思うんですよ、うん、まあもちろんね銀行強盗したいその選択をするまあそれはあんま良くないと思うんですけど <laughs> 捕まるしね <laughs> なんかそのうー会社を辞めたいとかは別にその法会社を辞めたところで逮捕されることもないじゃないですか銀行強盗したら逮捕されるけど人殺したら逮捕されるけど自由になりたいとか会社辞めたいとかお金稼ぎたいっていうのは そそう思う思んんだったたらその選択した方がいいいじゃないですか。どっか行きたいとか旅行行きたいとか、うん、その選択ができるようにするのがいい人生だと思うんですよなぜならばあなたがそう思ってるからです <laughs> それを欲しいと思ってるそこに行きたいと思ってるそれをやりたいと思ってる、うん、それを叶えていくいい人生なんじゃないですかだけどみんないやでもっていうね <laughs> そう, <laughs> そうデモ祭りですね まあ僕もね、そんなこと言いながらたまにデモは使うんだけどね。でも結構、割合は少ないと思いますよ。うん、使う割合は。うん、ほとんど、やってるし、買ってるし、叶えてるし、やるし。うん、そう。だから、デモをね、あの少なくすると、あの本、ほ あの本講座で勝てるみたいなね。デモトレードをやめると本講座でしょあのリアルトレードで勝負みたいなね。そう <laughs> 言ってらっしゃい。